南馬にて、阿弥陀の雷像を迎える本田善光善光寺、本田義光は、飛鳥時代の人物、善光寺の名の由来となった。信濃国稲軍の常川官賀に勤務していた朝廷の役人と考えられる。水古天皇8年から10年に、信濃国史の友として、山和国の刑に登る。その際、南馬の堀江にて、役落としとして打ち捨てられた御子徒仏を発見し、 安置したい旨を朝廷に願い出て、直居をこうむり、御子と仏を、品濃国稲郡、若尾三里の自宅の嘘の上に安置したところ、嘘が三然と光を放ったことからここを、座工寺としたとされる。皇玉天皇三年、禅光寺の所在地となる、品野水内軍萌里に、御子と仏を建て祭り、寺院建立の直をこうむりて、ガランを建立。水内軍 本田里に住んだことから本田義光と名乗り、稲郡、若尾里,里に住んだことから、いろはあざる衣装では、若尾味あずま人とも称される。若尾氏は、毛ノシ出身とされる。ここに、本田前佐がいる。長野市の前光寺には、解散像を安置する、ご三教の間があり、本田義光と妻の弥生御前、この前佐の像が安置されている。金明天皇十三年。 くだらの西王が献上した天竺の月貝、長者像物の阿弥陀如来像が、薬病流行のために、物のべしによって、南馬の堀江に捨てられた。水古天皇八年、上落していた、本田義光がそこを通りかかるとその阿弥陀如来像が、水中から出現して、背に乗った。シナノに戻り家に安置し、その後、阿弥陀如来の霊国で、シナノ水内軍ざとに移り座し、 如来堂を混流して祀ったという、船形後輩の阿弥陀さん尊像で、単一の後輩に三尊が収まる、和光三尊由来と考えられる。ありがとうございます。